おはようございます。今ここにホットコーヒーをぶちまけてしまって遅れた。ちょっと待ってくださいね。ティッシュを持ってきた。もうボーンってティッシュ持ってきた。ホットコーヒーを朝からぶちまけています。元気です。臭いかな、コーヒーをこぼした後って。今日はブラックホットコーヒーで起きています。もうね、目がね覚めすぎて、昨日マジで早く寝すぎて、もうね何時に寝たんだっけ私、9時前にベッドに入ったんですよ本当多分。まあ、でも寝たのは9時過ぎとったけど、なんかもう目がバッチリ開きすぎて、なんかコーヒー朝からぶちまけてます。だから今日3時くらいに起きてしまったんですよ。もう夜中やん、それはもう、もうやばいやんと思って、けど寝れんくって、もうそっから。だからめっちゃゆっくり、めちゃくちゃゆっくりメイクとかを、髪とかして、だから洋服もパジャマのままでしようかなと思ったけど、ちょっと着替えようかなみたいな気持ちになって着替えた。すごいよね、めっちゃ早い。ちょっと前髪がちょっと、あでもいい感じ。朝からコーヒー、あ、めっちゃ開かないさ。よいしょ。よし、ちょっとホットコーヒー飲む。ママが入れてくれたホットコーヒーちゃん。起きた時間一緒？すごっ。だってみんなもこの時間に配信見に来るってすごい。まだ5時なのに10時くらいの見た目間違いない。なんか昨日もさ、あんまさ食べんかった、そんなご飯は一食しか食べてないけん、なんか顔もむくんでないもん、こんな時間なのにそういい感じ、なんか白く見えるね今日。うんまだ寝てないみんな早いわ本当に。まだまだ5時なんだが3時20分に起きた。同じくらいやん、すごっ。起きようと思って起きたみんななんで起きてるの、起きようと思って起きてくれたの。トゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 、唇潤い出そう。プルプルちゃんにしたいな、プルプルちゃん配信一番目、そりゃそうだわ。たまたま起きてんの、この後出かける、すごい早っ。パッ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 、すごいなみんな早起き、えら私たち。おはようツイート何時にしようかな。朝早く起きすぎて結構なんかお腹空いたかもみたいな感じなんだけど、ちょっとブラックコーヒーでごまかしていこう。こぼしたけど大丈夫だった、そんなちょびちょびって。うん、アラームが鳴って一瞬なぜ止まってしまった、おもろい、ウケる。なぜだよね日曜日にこんな。でも早起きは三文の得だから、まあねまあね今日前髪分け目ありかなしか迷ったけど、ありにしちゃったんだけど、ありでいいか。なんかちょっと微妙な分け目がいる、なんだこれほっ、よいしょ、よいしょ、
よきよきのよき。そうだよ、配信の前にメイク、もうねメイク4時半ぐらいに終わってた。めっちゃゆっくりやっても4時半ぐらいに終わってたから、あとはぼーっとママが韓国ドラマ録画してるのを見てとかしたりしてた感じそしたらあっという間に時間が来て、あ、やばい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 、配信始まんないとって思って焦ってきたらコーヒーバチャってこぼした朝から何しとるねんって感じでしたねお腹空いてくるわ、早起きしたら。でも今日は多分朝ごはん食べちゃうな、さすがにこの時間に起きたら。何食べよう朝ごはん。くしゃべ出そう、食べよう。今日何食べよう、何食べて過ごそう。うわーいいな、おにぎり。昨日ママがおにぎり作って食べてたわ、夜。あの明太のやつと、何食べてたっけ、あ、かつお節食べてた。かつお節でおかかみたいな感じで。でこの時間から活動したら一日長い。本当にめっちゃ目起きてるもん、こんな時間なのに。バッチリ起きとうけん、ちょっと逆に時間余るぐらいの勢いあるけど。アップルパイとアイス食べたの。めっちゃなんかこの時間ってまだ背徳感ありそう。なんかあ、まあ5時はもうなってるけん、あれか朝って感じやけど、まあ5時とあと1時間で6時やから。でまだ日の出してないんじゃない、冬ってどうなの。冬じゃないけど、まだ広島何時に日の出なんだ。6時41分に日の出なの。めっちゃまだまだじゃん。ええ、まだ真っ暗、え、怖、まだ真っ暗だった、やば、え、しかも雨なんだ今日。え、でもまだ曇りだわ、まだ雨すらもまだ起きてないわ起きてない。でもなんか最高気温はあったかめ、22度とか書いてあるから、まだまだ全然なんだね。まだ日の出してなかった、そらそうか。なるほど。ああ、西日本だから日の出が遅い？そうかも。え、じゃあ福岡もっと遅い？あ、ちょっと遅いわ。数分。遅いわ。あ、東京はもっと結構早いんだね。6時14分に日の出って書いてあるよ。30分ぐらい違うんだね。バーベキュー。え、わかんない。そっちの方面はわかんない。広島は雨だけど、そっちは違うんじゃない？東京は曇りっぽいよ。名古屋。曇り？あ、夕方雨？わかんない。全国的に雨に近い感じ。あ、大阪も雨。あ、待って、全国的に雨。こんな感じ？トゥ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 。雨なのに。ツアーは大丈夫かな、長崎の。昨日長崎の観光をねみんなでできてたみたいで、なんか可愛いカフェの写真とか場所が送ってきてくれたけど、今日はみんな長崎で楽しんでいるかな。私なんならこの時間に起きておけ、長崎行けるっていうチケットだけちょっと取ってもらって。マシ。
長崎通貨街懐かしい。なんかよくランタンフェスティバルで行ってました。ランタンフェスティバル毎年行ってたんだけど、ランタンっていうなんか風鈴みたいな感じのものがあるんですけど、長崎にそれのフェスティバルがあって、結構なんか長浜ねるさんとかも、なんか私は見てないけどゲストとかやってたからかなみたいだけど、ビワって懐かしい。なんか3回ぐらいだけ食べたことあるわ。でも全然覚えてないわ味。長崎といえば、あ、私ハトシ、ハトシが美味しすぎて感動したからハトシ食べてほしい。今日行く人ハトシがめちゃくちゃに美味しい。なんかエビのすり身をパンで挟んで揚げたみたいな食べ物なんですけど、めちゃくちゃに美味しいです。ハトシってやつおすすめ、ぜひ食べてほしい。今日行く人絶対食べて。食べ歩きでも多分売ってると思うし、え、結構有名ですけどね、ハトシおすすめ。カトシなら知ってる。それは加藤志保さん。ハトシめっちゃ美味しい。でもハトシはなんかの略とかでもないよね。ハトシはハトシだよね。分からんけど。ハトシ。私もメールで言ったことあるけど、なんで知らんのみんな。なんで知らんの。長崎めちゃめちゃ美味しいから。ハトシロールを前パシェにもらって、それを家で温めて食べてめちゃくちゃ美味しかったんだよね。ハトシロールも多分売ってそう。食べ歩きとかでめっちゃ美味しい。あ、ハトシは中国語、ハーはエビ、トーシーはトーストを意味していて、中華風エビトーストといった意味の料理になりますらしいらしいらしい。角煮まんぜも美味しいね。角煮まん最高最高って感じ。長崎練り物確かに美味しい。うまいわ。ハトシガチ食べて。ハトシ大好き。あと何かな。ちょっとここの触覚伸びてほしい。よいしょ。重いかな触覚これ。多いかな。まあいいか。田中さん、いつ長崎旅行、本当にいつ行きたいんだけど、なんかハウステンボスも小学校の時の、あのあれ中学校の時だっけ、小学校の時、あ、小学校の時だ。小学校の時の修学旅行以来行ってないと思う。行ってみたい。ファンの人で行ってるのを見て、うわ、いいなって思った。しかもこの季節なんか飾りとか可愛い。絶対だから行きたいなあ。あー、メガネ橋確かにハートの石あった気がする。なんかつか、なんかいろんなとこにあるね。結構ね、すごいよね。ハートの石ってどうやって生まれるんだろう。ねね、デザインハートさん、ハートありがとう。長崎の平和記念像、確かに行ったかも。私もあの時何してたんだっけ。小学校だから長、なんかハウステンボスの中ぐらいしか自由時間なかった気がするんだけど、あの時何食べたんだっけ。しかもなんか食べ放題みたいなの行った気がするんだけど、わかんないんだけど、全然記憶がないんやけど、なんかめっちゃ九州だから、めっちゃ九州だったんだよね。あの小中修学旅行、中学校鹿児島だったしね。でも隣の中学校かどっかがなんか大阪とかだったから、うわっいいなってめっちゃ思ってたんだけど。めっちゃいいな、ずるいって思ってたんだけど、
なんかしかも私の中学校がなんかその後ぐらいからかなんか鹿児島じゃなくなったみたいなの聞いて、さらにうわずるいいなって思ったけど、鹿児島も鹿児島で魅力はあるんですけど、やっぱ友達となかなか行きたいやユニバとか大阪うわーと思ったんやけど、なんか小学校の長崎の修学旅行でも私はお小遣いとか額決まっとうはずなのに多分守ってなくて、食べ物いっぱい買いたいからお土産めっちゃ買った気がする。なんかカステラをめちゃくちゃ買った気がする、何本も買った気がするわ。すごい懐かしい思い出です、それが私らしい思い出なんかいつも修学旅行とかってお小遣いの額とか一応決まってたよね、けど別に確認されることもないっていう、決まってるけどだけん守らんっていう1044日ありがとう。ママたち距離感おかしいから愛知から長崎まで車、やばすごい。私は最大で福岡から和歌山ぐらいまでなら車で行ったことあるけど、でも私は運転してないから気持ちわからんないけどかなすごいな、愛知から長崎は強すぎ。美人さんはカステラのザラムしか食べないって聞いた、何それ、どういうことだよ、グルテンフリーみたいな私逆にちっちゃい頃ザラメ苦手だった、だからカステラのザラメ、カステラ好きなのにザラメついとるギャン絶対に、それがめっちゃ嫌でなんかこの下の方だけ切り落としてなんかママとかにあげたりとかしてた、最低いや考えたらあのふわふわの生地にジャリジャリがついてるというこのコントラストというか、それがまあいいんだろうなと思ってるけど、今でも別に大好きザラメとかではないけど、まあついてたら別に食べるけど感じだけどね、え、すかんかった、え、一緒同じことしてた仲間、ザラメがさなんでついとんって本当に思っとって、ちっちゃい頃なんでこのふわふわの生地だけでいいのになんでついてるんだろうこれと思ってて、邪魔者だと思ってた、すみません本当に商品開発している皆さんなしとかも売ってないんかな、やっぱ好かん人おるよねザラメ、ちょっとね理解しがたいところはあったんですよ最初そうそうだけどママもカステラ作りよったけどザラメつけてきたけん、なんでザラメつけるんって本当に思ってザラメだけそぎ落としてた ザラメ今はないんだけどね別に全然トゥルトゥ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 、みおちゃんおはよう、おはんおはようよよ、トゥ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 、なんかアイロンしっかりできてないからここ曲がってる、ピッピシミミミミ、あ、文明堂のカステラザラメなし、あ、そうなんだ、いつも福さやを食べてたから、知らんかった。待って、おもろい、初めてザラメ入りのカステラ食べた時歯が欠けたかと、え、でわかるよ。なんかしかもさ、小学校ぐらいの時のさ、ちょっとまだ抜ける歯がある時期、そういうゴリゴリみたいなザリザリみたいなのが入っとる食べ物食べたら不安になる。めっちゃ、え、もしかして歯食べたみたいななる、なんか意味わかんないあるある言ってるんですけど、朝だからよくわかんないテンションで、早朝だから、なんなら夜中って言ってもいけるぐらいの感じだねだって友達になんか3時ぐらいに起きた時に、あ、友達から連絡が来とったけん返信したら、友達からまさかの返信が返ってきて、え、なんで起きてるみたいな、お互い
なんで起きてんのみたいになったけど、もう返事書いてこんくなったけど、多分寝たんですけど、その友達は。友達っていう不可思多いよな。メンバーもまあまあそうだけど、なんかサラピとかエキリカとか、すごいすれ違う時間だった。ちょうど早起きと夜更かしの人が、ランラランラララララ。デザイザーハートさん、アイスありがとう。アイスー早朝の感じがしないくらいに早起き感はない。あ、寝起き感はない。確かに寝起き感はないわ今日は。さすがに今日だって朝起きた時、あ、なんか顔の調子いいかもしれんって思ったよね。よかったです案の定よかったです。いい感じです。あ、お腹が鳴りました。つつ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 るるるる、よいしょ。ララ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 ラ。今日もめちゃめちゃ可愛い。イエーイ。突然出てきた。私も TikTok でやってたやつ。18時頃眠眠、どうだろうね。怖っ怖っ。一日の終わりをもう18時ぐらいで迎えちゃうかもしれない。どうだろう。3時に起きるって意味わかんないもんね。本当にどういうことって。 MV でもあるのみたいなMV の日は確かに2時とかに起きて3時集合とかなんかあったような気がするんだけど、何してるんだ私何して、朝からコーヒーこぼしてるっていうテロップずっと変えないし、おはようにし、おはようわーってなった。おはよう。ご飯食べてお腹満たされてお昼寝が幸せ。確かにお昼寝しちゃうかな。にゃん、いやややん。もしかしてその MV、 やば、来ちゃった。もしかして、もしかちょっと秘密なんですけどってないんですけど、そんなものはMV 撮れるぐらいの時間はありますね。結構おもろすぎピソロ曲やばい、おもろすぎる。 ST の MV で遠いところ、確かになんか MV で初めて行く土地に行く、いつも過去に見たらいいとか、あとはエタレたちをも、あれなんか島だったよね、どこか結構なんか遠目の島だったんですけど、岡山に宿泊したんだったっけ、どうだったっけ、なんかめっちゃ遠かったよね。あ、クジラ島、そう、それそれそれです。そう、もうどこに連れて行かれているんだろうっていう感じだもん。もうわかんないもん自分どこに向かってるのか。そうって感じの、いつもどうやって誰が場所決めてるんだろうね。すごいよね、 MV の場所ってよく思いつくなって思いませんか。それこそ他にも、他のアーティストさんとかもそうだけど、すごくない？だって誰が思いつかんでさ、しかもずっとシングルを出すことによってさ、その同じ場所で MV ってやっぱないじゃないですか。すごくないですか。ずっと新たな場所を探し続けてる、すごくない？もうなくならん瀬戸内の場所。わあ、うん、すごいよね。あ、無人島で貸し切れるんや、すごいよね。次はどこなんだろうね。あ、青春サブリミナル山口、なんかそれ聞いたな。いいね。君がいい、君がいい、
一応瀬戸内で撮りたいっていうのはあるやん多分。だけどもう瀬戸内の場所足りんくなっていかんか、大丈夫かね。前髪ちょっととこ。ルンルル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 ルン。なんかこう不思議な前髪じゃん。春夏秋冬は山の中、確かにあれもどこだろうっていうところに連れて行かれたな。どこかのもう廃校になった学校だったかな春夏秋冬。もう正直どこかわからんけど。取る場所がなくなったら山に行こう。登山。本当にね、なくなりそうだよ。どう大丈夫なのか。まだ大丈夫か。そう、なんか小学校で撮影だった。そうそうそう。なんだよね。まだ5時半だ。すごい。でもね、おはようツイートの画像は決めてます。でもまたね画像がねなくなってきたからねちょっとねあかんのやけれどもクロサンタのオフショーあるよけど、なんかみんなまだサンタ出してなくない？オフショット出してる？なんかみんな出してないから、ちょっとまだ待っとこうかなみたいな思ってたけど、なんか大丈夫そう？メールに一回使ったけどね。ちなみに言うとシワジャーネの衣装でも撮っとるけん一応あるんやけど、黒サンタ全身もある。ちなみに言うと、ルルルルル。クリスマスもね、またどうせ普通にねあるもんね、コスプレするから。だから使っていいのか別に。なんかこの日ね、なんかすっごい輪郭がねシュッてしてるかもしんない。なんか後から見てみると前髪が薄い。なんかみんな出しとるんや、オフショット。全然見かけないんだけど、ツイッター流れてこんないけど。これはね、9月ぐらいに撮影してますね。結構最近だね。去年が白サンタとかだったよね多分。どうだっけ。だから今年黒なんじゃない。ちょっと逆にしてみるかみたいな感じで、わかんないけど私の適当な見解です。なんか大人っぽい感じでしたかね。私はでも結構大人っぽいよりは可愛いの方に寄っとるやつかな。全身写真めっちゃ漏れてるやつがあるんだよね。ちょっとこれ載せよう。これとこれ、これもいいな。これとこれにしよう。黒さんあんた待っててください。シュは好きな曲だったんだけど、ミホリングセンターって知って YouTube 見て初めて知った。わあ、ありがとうございます。本当はね、千穂さん、石田千穂さんなんだけど、なんですけど、本当の石田千穂さんのアンダーとしてやらせてもらって、シュはジャーネの写真もあるのでちょっと待っててください。なんかこの時のオフショットはちゃんと残ってた。グッズの黒サンタの田中、よかった。イエーイ。なんかね漏れてるかもこの日。なんか顔ちゃんと前日頑張ってるわ。前日よりちょっと前から頑張ったかも、わかんないけど、なんか漏れてると思う多分。でこの日まだね、他にもね、他の衣装でも撮ってるんだ。でもそれはまだお楽しみなんだけど、クリスマス以降のやつなんでね。オフショットいっぱいある。
アルバムに生写真撮影っていうアルバムを作って、オフショットそこにね今入れてるからいっぱいあるのでね、見つけやすいです。でどれ明日とかに使おうかな。これも漏れてんな、あとちょっとブレてんな。やじうまさん服ありがとう。服クリスマス以降、まあ何かは、でも予想つかんと思うけどね。おおって感じだからまあお楽しみ。うんうんうん、9月に撮影か、これまだ9月のこと か、 なんか意外と近いんだね。めっちゃ前の出来事だわと思ってたけど、意外と9月だった。2ヶ月ぐらいしか経ってなかった。みほりん朝、米かパンかで言ったら今日は米の気持ちな気がするけど、でも何食べようって感じ。別に特に家に何もない何食べようって感じ。よいしょ。去年の着物の生写真似合ってた。わーい、嬉しい。いつもあんまやっぱ顔が漏れるのを中心にして、そんななんか自分に似合わん大丈夫かなみたいなのは着らんけんね。安定して漏れそうなやつを着てるから朝ラーメンやばい、最高じゃん、いいな、めっちゃいいじゃん。わ、チキンカツサンド作った、朝から作ったの、すげえ。揚げ物したんですか、すごすぎる。天才なの、天才なのもしかして。偉すぎる、自分で作るの偉。ラーメンもいいな、汁飲みたい、ラーメンのちょうだいあーいいね、新米いいな。そのなんか炊きたての米、まあ、昨日食べたんだけど、炊きたての米と梅干しと味噌汁とかでいい、食べたい。うわ、自分で飯取るした今。うわ、なんかすく。昨日もジョブチューン見てて、絶対明日くら寿司多いやん人って思った。寿司食べたくなったもんね。あの初めて見た、あのなんか炙りエビ明太チーズみたいなやつ、なんかちょっと名前合ってるか分からんけど、そんな感じの、あれ美味しそうだった。めっちゃお腹空きながら寝たもん昨日。なんか食べたいものが見当たらんくて、でもとりあえずバナナは消費したくって、昨日の夕飯バナナスムージーだけにしたんだよね。そしたらまあそれはお腹空くよなっていうあれだったんだけど、でも他に食べるもんがなくて、本当になんか明確になんかなんかなくって、バナナジュースにしたんだけど、死ぬほどお腹すきましたね寝るとき。もうなんかぐるぐるなりながら寝てたもん本当。そうなんか食べるものがなんか分かんなかったの本当に。なんか最近これこの病気本当にめっちゃ、なんか何食べればいいか分かんなくて、でもなんか食べたくない、 なんて言うんですか、食べたいものじゃないものでお腹を満たしたくはなくて、だからもうなんか無理、なんか食べれんわと思って食べんかったっていうねやけんめっちゃお腹空きました。朝起きてもお腹空いてました。でもとりあえず今日もう今なんかあんまりなんか何もなかったから、ちょっとブラックコーヒーを飲んでいます。なんかね、そうバナナとコーヒー合わせるの、なんかどこかカフェで前バナナんコーヒーバナナジュースみたいなスムージーみたいなのを飲んだ時にめっちゃ美味しかったんですね。バナナとコーヒー合うんだと思って美味しかったから、それをヒントに昨日はコーヒーの粉、あのインスタントのそのまま飲める粉とバナナと牛乳がないからヨーグルトで代用して、あと氷を入れてガガガガガってんですね。美味しかった。コーヒーの苦みが後から来てバナナの甘みが最初に来てみたいな、美味しかったです、おすすめです。
バナナ無事に使い切りました。めっちゃうまい、おすすめでも牛乳ないからオイコスでやったんだけど、オイコスでもできた。なんか水分量少ないかなと思ったけど、いや逆になんかちょうどよかった。なんかスムージーにしたいときはさ、サラサラじゃない方がいいけどさ、美味しかった。しかもなんかオイコスって若干さ、もうチーズに近いやん、ほぼヨーグルトの中でも。だけどなんかチーズ風味もあった、なんか若干オイピカった。いい夕飯を作れましたね。オイコス無限の可能性本当にある。なんか卵の代わりみたいに なる時もあるし、チーズの代わりにもなるし。え、両方好きやったら絶対いいと思う。作ってみて、おいしいと思う。しかも氷もあの割れやすいやつがいいと思う。家の氷とかでいいと思う。冷蔵庫で作るやつみたいな、こんな感じね。オイコスいろんなお菓子作れる。そうだよね、なんかレシピめっちゃ見たことある。チーズケーキとか、それこそなんかあれで作った脂質が抑えられるし、オイコス脂質ゼロだからさ、とかね。あとはあの生ハムとかと合わせたりとかして、チーズの代わりに使うことがやっぱ多いのかな。ティラミスとかも見たことあるな。やんな、いて。ふうふうふう。でも見たことあるだけで、私あんまり作ったことないんですけど。作れんと思って作ったことあんまりないんですけど。タン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 タタタタタンタタタタタン。ちょっとお腹空いてきたから私。45ぐらいに終わろうかな。そうします。なんか探して食料なかったらちょっとなんか買いに行ってもいいしね。まだ空いてないか、でもどこどうしようかな。とりま、お腹空いてきた、お腹空いてきたよ、よよよ。うわ、ブラックサンダーやば、この時間やば。背徳飯って感じ、背徳お菓子最高すぎ、最高確かにコンビニしか開いとらんか、つらい。世の中のお店開いてくれ、せめて6時なんか早いスーパーとかだと7時とかから開いたりするね。メロンパン買ってきて、え、なんか私ローソンの低糖質シリーズのメロンパンがすごい気になってる。この前見かけて、でもその時はローソンで飲み物しか買わんかったけんあれやったやけど、メロンパンの糖質オフはやばくない？それはしかも脂質もなんかちょっと低かったの、10以下とかだったんだよね。菓子パンって糖質も脂質もなんか20とか30とか超えるんですけど、そのローソンのやつめっちゃ気になったんだよね。あれめっちゃ食べたい。あれは絶対今度か。なんか糖質 30% オフとかで食物繊維18ぐらい入ってたね。あれ気になります。メロンパンは私サクサク派なのでどっちなのかちょっと不安ですけど、気になりますけど。メロンパン好きなお店、え、でもわかる、メロンパンって当たり外れすごい差があるよね。わかる、私サクサク派、みんなどっち派？もうなんかサクサクのもザックザクぐらいのでいい私。しかも切れ込みがちゃんと入ってる感じ、なんかふにょんみたいなメロンパン許せん許せんすぎる。なんかしっとりみたいなお店あるじゃないですか、結構許せん私はいいね欄で見た、え、いいねしたかも。サクフはわかる、もうマジサクサク、もうザクザクでいい。もうえ、わかる、ビスケットレベルのサクサク、え、嬉しい、みんなサクサクが多いね、最高。サクサク派、私もいいよね。セブンとかのが結構サクサクに近いかも、コンビニとかの中だったら。わかるでなんか意外となんかパン屋さんのやつ意外とサクサクじゃないことも多いかもしれない。でもわ
かる。あ、チョコチップのも美味しい。なんか学校とかに売ってなかったよく。あのつぶつぶつぶって入ってるやつだよね。美味しいね。わかるわ。最高。想像して美味しい。いいですね。ああ、いいな。あったね、メロンパンの皮焼いちゃいました。私あれ1回ぐらいしか食べたことないかも。でも記憶がない。1回は多分食べたんやけど記憶がない。お姉ちゃんめっちゃハマってて、一時期家にめっちゃあったよあれ。もうえってぐらいいっぱいあった時あったけど、あれ。え、でも下のやっぱメロンパン、あの下のふわふわ部分があるってことによってあのサクサクが引き立つというか、それそういうとこもあるから、ちょっとやっぱメロンパン食べたいってなっちゃうんだよね。メロンパンのあの水分持ってかれる感じ大好きです。高校の修学旅行の時に浅草ちょっと行ったけど、その時にめっちゃお腹いっぱいやったけど友達がくれたメロンパン、なんか浅草有名なメロンパンあるじゃないですか、大きい。あれ一口食べた時美味しかったな。懐かしいな。なんか焼きたてメロンパンみたいな感じだったか。クリーム入ってるやつ食べたんだったっけな。美味しいよねメロンパン本当に。なんかよく考えたら結構好きかも。ああね、コッペパンとクロワッサンの次に。ああね、パン界で結構上位かも確かに。私もあと私パンオショコラとか、あのパリパリパリ系好き。おいしい。パン界でメロンパン、メロンパン、え、浅草有名なメロンパンあるじゃないですか、なんかでっかいやつ。それおいしいよ。なんかアイスクリームとか挟んだりとかもうできる多分。メロンパンアイスめっちゃ好きだった。なんか福岡でもなんか有名なメロンパン屋さんとかもあったりするけど、お腹すくわお腹すくわ、ふわお腹すくから、そろそろランキングオンでいきたいと思います。ますます、よいしょ。ではいきます。22位のみほりん賞はこうすけさん、そして13位みゆらさん、12位ゆうのくん、11位じょうさん、10位みほのスプーンになりたいさん、9位中田田さん、8位じとくさん、7位渡辺さん、6位あつよしさん、5位オレリーさん、4位竹まつるさん、3位デサイズハートさん、2位いっちーちゃん、そして第1位やじうまさんでした。ありがとうございます。配信ありがとう、こちらこそありがとう。パチ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 ということで、今日も一日、今日何曜日だっけ、日曜日じゃん今日、休日だわわ、みんな日曜日楽しんできてくださいということで、今日も一日ファイティン。では最後にじゃんけんします。最初はグー、じゃんけんグー、ありがとうございました。ではまたね、バイバーイ。